花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、加納一郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。加納一郎の音楽魂、今日も楽しくね、やってまいりましょう。もう夏真っ盛りだよ ね、松下さん。はい、暑いですね今日。ねね、ちょっと遅れてきた感じがしますよね、夏がね。うん、もうセミもね。そうですね、ね、もう泣いてます。一斉にね、8月に入ってからね、バーって泣き出したの。いや、俺泣いてると思ったらさ、耳鳴りだったの。ああ、そうですか。情けなくて。それはそのまま病院で。去年の暮れぐらいからな、暮れじゃない、去年の夏ぐらいから耳鳴りがずっと続いてて。あ、もうそれは病院ですね。ね、ぜひお大事にしてください。そうあちこちね、ガタが来てますけども、はい、今日はね、はい、早速素敵なゲストをお迎えいたしました、ね。はい、まずはですね、片木さん、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ようこそ、ね、お越しくださいました。まあ、門木さんをね、ご紹介いただいたのは、まあ、おなじみですけどもね、はい、まあ、また声がまたでかいシンガーがいるんだよ。松木さん、イエーイ、しばらくです。どうもどうも、お元気でしょうか。ね、ご無沙汰しておりまして、ね、本当に、いろいろお世話になっております。いえいえいえ、ですね、今回、まあ、マシケンさんの方からね、はい、そのプロデュースされて、ね、片口さんの CD がね、これいつぐらいに、1月ですか。そうです、今年の1月の22日発売。あ、そうですか。はい、これ P バイン、P バインからなんですね。ですね、はい、素晴らしいですけども、うん、門木さんのね、プロフィールいろいろ見させていただいてると、はい、まあ、今その車椅子でね、うん、の生活されてるんですけども、これはもう随分、前からになりましょうかね。そうですね。もう、これ0歳の頃から。そうですね。ね、病気で、はい、はい、ずっとちょっと僕、障害が重くなっていく可能性のある病気でして、はいはいはい、それでどんどんこう、足のその、最初は立って歩いてたんですけど、うんうんうん、体重が重くなっていくにつれると、こう足が変形していっちゃって、はいはいはい、バレリーナみたいになっちゃって、はい、立てなくなって、うん、で車椅子、杖から車椅子になっていくみたいな。うん、それも19ぐらいね、19の時に車椅子に乗り始めて。そうですかね、はい、それでもびっくりしたのは、その頃1900ね、はい、これ90年になりましょうか、はい、パラリンピックとか の、 その舞踏家として、なんか、はい、舞踏家というよりも、その、車椅子のそのメインダンサーとか6人ぐらいいる中の、はいはいはい、まあ、そのメインの、メインの方でやらせてもらって。へえ、はい、さっき向こうのね、楽屋のちょっとお話聞いてたら、はいはい、もう結構車椅子から落ちてそのまま踊ってて。そうですね。それがすごくなんていうかな、人を感動を呼んだっていうね。うん、おじいちゃんにね、うん、80ぐらいですかね、70ぐらいのおじいちゃんに、うんうん、よかったよって言われて、うんうん、で肩をポンポン叩かれて、そしたら涙がポロってちょっと出たりとか、うん、ああ、なんだ、なんか車椅子から降りた方が、うん、車椅子に乗ってると上半身しか動かないじゃないですか、うんうん、で落ちると足動かない足も使えるし、うん、足も抱えることもできるし、うん、っていうのがなんかやっていくうちに分かって、車椅子が降りた方がいいんじゃないかって言って、うーん、僕チャーさんに憧れてて、長髪だったんですよ、はいはい、だからスキンヘッドにした方がインパクトがあるんじゃないかって言ってスキンヘッドになって、スキンヘッドで踊ってました。なるほどね。うーん、それでなんかその研究、そうですね、そのなんかみんなが断るパフォーマンスを全部 こっちがやるみたいな。できるみたいな、はいはいはい、あ、これはできないだろうみたいな、みたいな依頼が全部暗黒舞踏みたいな、だから、うんうんうん、なんかゴミ袋に入って、うん、手だけで踊ってくれとか、うんうんうん、そのお客さんになんか、うん、
いろんなものをゴミ袋の中に入れられちゃうんだけど大丈夫、うん、って言われて、うん、あ、大丈夫行けますよって言ったら、うん、断られちゃったの、君だけ受けてくれたって言って、うん、それからなんかどんどん広がっていった感じです。うーん、まあ、いろんなね、あのご苦労が ね、 あ、 ね、あって、いや、苦労じゃない、それでまあでも益子屋さんとそれでね、はい、あの出会うわけですよね。そうですね、でも音楽に目覚められたのは割と最近なんですね、うん、そうです2年ぐらいね。そうね、聞く専門だったんだけど、そう聞くで、ギターやりたいって言うんで、はいはい、ギター教えてブルースが好きだって言うから、うんうんうん、じゃあ歌ってみたらって言ったら、うんうん、歌ったことないです、それが2年前ですからね。 そうですね、それから歌い始めたんで、うん、まあ、それでそう考えるとすごいすごいですよね。ね、あのなんかやっぱその集中力、そうでしょうね、その舞踏といい、なんといいね、うん、やっぱ人間ってその集中力がね、キャリアものすごく、うん、そうですね、関係ないですね、うん、だから長く歌って俺40年やってるからね40年歌ってもこれだからいやそれはミートゥーですでもね、早速ね、今回のね、はい、あのアルカトキシさんのねアルバム、ご紹介いたしましょう。まずはねこの曲を聴いてもらいましょう。タイトルは、僕は透明の玉座に座らない、いえ曲です。逃げていた。
イエーイ、素晴らしい、爽やかな、素晴らしいですね。僕は透明の玉座には座らない、ね、うん、このタイトルがすごい、このタイトルもすごいですね、うん、玉座っていうのは、ね、あのやっぱりその君主の椅子みたいなことになりましょうかね、まあ、あっていうか、まあ、車椅子のことを指してるんですか、うん、なるほどね、だから僕あのあのへこんでずっと、うん、あのこうなんかブルーになってた時に、うんうん、車椅子に座ってるんじゃないよって、透明の車椅子に座ってるみたいだって言われて、それで透明の車椅子はちょっとあれだから、うう、ね、町慶さんが玉座はどうかな、ちょっとね、直接的さ、そう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 、まあ玉座ぐらいした方がいいかなっていう、ね、うん、まあ、結局ね、裸の王様みたいな意味合いを込めて、うんうんうん、あの車椅子だけに、うん、あのアピールしないでね、うん、っていうことで、なるほどね、うん、そうだね、やっぱりこうなんていうかな、こう歌詞がやっぱりこうインパクトがあるというかね、そうですね、うん、やっぱりでもなんかこう前向きにこうね進んでる感じがしてすごくいいですよね、うん、ありがとうございます。いや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 、もう話聞いたら一回りしたって言うからさ、いやいやいや、僕らいや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 、 ね、 ね、あのでもご縁を感じますね、あね、今後ともよろしくお願いします。誕生日が一緒だしね、呼ばれました、やった嬉しいです。いやいやいや、でもあのあれですか、その音楽に今ね、あの、まあ、2年ぐらい出会われてみたいな感じ、もともとやっぱり好きだったんですか。そうですね、聞く専門でブルースとかは好きで、うん、あ、そうなんですか、うん、ブルースだったらできる、歌えるんじゃないかとかっていうのをいろいろ町健さんが言ってくれて、うん、それで、あ、じゃあやってみようかなって言って、うん、で歌うように、あ、なるほどね、歌うようにで声出すようになったんですよね、うん、そうですね、まあ、ギターまずギターでしたね。そう、ギターでしたね、うん、だからそのギターを、ね、寝かしてね、今そのスライドを今日もね持ってきていただいたんですけども、あの右手の方がちょっとあの具合は悪い。そうですね、だから急に右、うん、こっちの右手が上がらなくなって、今ちょっと、うん、まあ、リハビリ今してるんですけど、うんうん、上がらなくなって、うん、あのギターってこうストロークするじゃないですか、うん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 、そのストロークが自分が思ってるスピードでできなくなっちゃったから、うんうんうん、あのやめようかなっていう相談したら、うん、横にして弾けばいいよって言ってくれて、うんうんうん、それで横にして弾くようになって、うん、オープンチューニング、ね、もう知らずにスライドギターも それまで知らなかったんだけど知らなかったというか、まあ、E とか E ブルースとか、 E ブルースはあることかとか思ったけど、うん、オープンチューニングは知らなくて、うん、いっぱいオープンチューニングで、うん、チューニングの方法があるっても知らない、うんうん、E は知ってたけど、うんうん、あ、うん、だからみたいなできるんですかみたいな、うん、でこういや、もうさっきも話したけど、俺も去年はさ、去年からずっとケーティーダメで、うん、右手がやっぱりお箸持ってなかったのよ、うん、それがもう今あのタオル絞れるようになったからね、うん、だからあの前やった時やったじゃん、はいはい、あの去年のブルームフード、うん、音楽魂、あの辺からもうダメだったの、あ、だからその時は全然そういうの分かんなかったですけどね、いや、分かん、俺プロだもんだって勘弁してよさすがさすがさすがフィックをアロンアロンで貼ってやってたんだから、ね、実はだからそうなんですか、いやでもそういうことってね、あのやっぱあるじゃないですか、でもかケースが悪いから、まあ、ケースで治らないのでね、それはまあ付き合っていくしかないんだけど、何年か周期に出てくるんですけど、まあそれぞれねあって、その例えばそのギターを横にしてね、はい、やるっていうのもね、もう素晴らしいなとか思うんですけどもね、まあ、だからね、できる範囲で、うんうんうん、そうね、そう、あまりこう片意地張らず、ね、できることをやればいいと思うんですよね、はい、わ、はいはい、かりました、わかりました、できること少ないですけどそこであの諦めないところがすごい、そうですね、うんうん、
それで、あの、なんていうの、自分で制限をしないで、なんかお話聞いてると全部前向きで、人がやらないことでも全部こう受け入れるっていうのが、それすごい受け入れるからつながる、次につながるから、すごいなと思って、性格がね、そうなんですよね、性格がいいんですね。よくない。いや、いいはずですよ。ありがとうございます。同じ誕生日だから。なるほどね、ということで今日はね、加藤吉さんですけどもですね、はい、まあ本名は加藤、あの、厚さん、はい、そうです、ね、加藤吉っていう名前で、あの、まあ、あの CD もね出てますんで、今後はそういう形でライブもやられていくんだろうと思いますけども、はい、このアルバムの中からね、さてもう一曲聴いてみましょうか、これタイトルは何でしょうか。景色という曲です。はい、
がもうこうぐっとくるよね。なんかこの素朴な歌い回しといい僕とつしたんだね。あのすごくやっぱりでサウンドがまたこうあの温かいね感じしますよね。そうですね。だから全体的ななんか雰囲気がおそらくレコーディングの雰囲気が良かったのかなとは思いますけども、うんうん、まあそれはなんかいろいろマッチェンさんのやっぱお仲間っていうか、そうですね、みんな、うん、あの知り合いが上奥麻衣子ちゃんとかね、そうね、エンジニアの人のところの自宅兼スタジオでやったんですけども、うん、その自宅の団地で4階なんですけども、うんうんうん、あのエレベーターがないんですよ。あ僕もねなんか昔あった友達のところで録音した時エレベーターがなくて5階ぐらいまでそういうね昔の話で、うん、車椅子で上り下りできないから、うんうん、彼はずっと4階まで張って、うん、上がって張って降りてっていうのを本当10回ぐらい繰り返したのかね。そうですね。あすごいね、すごいね。本当は一発でやりたかったんですかね。ダメ出しがたくさん。結構時間はかかったんですか。まあなんだかんだで 2ヶ月ぐらいかかったかな。そうですね、はい、あでも2ヶ月で撮っちゃったんですね。早い方じゃないですか。そうですかね。ぜひねこれねお求めいただきたいと思います。これはあれですかね、あとホームページか、あそうですね、あとかアマゾンでも買えます。はいはい、はい、あの iTunes でも買えますし、カトキチで検索はいしたら大丈夫です。カタカナでカトキチ、あそうですね、はい、してもらって。うどんじゃないよよく言われる。うどんでもね、いや俺カトキチのうどん好きなの。そうそう、あ、ね、すごい好きなの。あのちょっと西っぽいでしょ。そうそうそう、 あなた広島市、広島市ね、俺福岡。あ広島ジャケンやろ。ジャケンよ。ジャケン。いやなまあねうどんは大好きなんですけど。まあ今日はね本当にあのこうやってカトキチさんと出会ってです ね、また新たなねあの出会いがありました。マチケンさんにもね感謝しておりますけど。お便りご紹介しましょう。ミキさんからいただいてますよ。博多のミキさん。はい、皆さんこんにちは。そちらは猛暑日みたいですが大丈夫ですか。いや、暑いね。暑いよね。こっちは未明の一瞬の大雨のおかげで少し涼しいです、うんうんうん、まあ湿度はすごいですけど、うん、で先週の生田圭太郎さんと藤田敦さんもさすがかっこよかったですね、はい、はいはい、圭太郎さんね、お元気で。そして、うん、お元気でしたね。お元気よかった。いいですね。そして今週はもう3度目ですかね、おかえりなさいのマチケンさんは今日は黒子でかっこ笑いです。初登場のカトキチさん、はじめまして、はい、ようこそ。実は個人的には、はい、去年マチケンさんから宣伝されたのにまだアルバム購入してなくて、うん、さっき申し込みました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先入観なくして今日はとにかく楽しめますね、うん、そういえばマチケンさんとの出会いからいろんな素敵なミュージシャンとの嬉しい出会いが続いている気がします、うん、今日も素敵な出会いができることに感謝です。今日もいつものごとくリクエストはなしで楽しんでいらっしゃるところを楽しみます。はい、かなさんファニーエンジェル。まあ、だけど、したらだよお前。だけどいつも通りなんでも OK です。いつも通りなんでも OK です。わ、まあはい、かりました。筋トレのたびに体の水分が抜けちゃうんじゃないかって思うくらい汗をかいてます。でも寒い時から汗をかく訓練をしているせいか、うん、なんともないっていうのはおそらく健康な証拠なんでしょうね。日曜日に体験した上田正樹さんのように、おー上田正樹さんね、カナオさん、マチケさんもずっと衰えを知らずにキーも下がらないままなんだろうなってにんまりしています。キーはマチケさん高いでしょ。高いですよね。ものすごく高いよね。ありがとうございます。いやいや、そんなことない。いや、高いイメージありますよね、やっぱりね。もうキーがもうどこまででも出るし、うん、そうそう、ね、ただ飾ってるだけでね。いやいやいや、ささやくようにたまに歌わないの。そういうのが好きですけどね。俺も好きなんだけど。好きなんだ。そう、なんかボソボソって歌うなんかね、あのそういうの好きなんですけど、ね、みんなそれを要求されないんですよ。とにかくわーってやってって。そうですね。なるほどね。ということでね、今日はね、カトキチさんですけども、はい、あの生演奏ね、あのじゃあなんかちょっと、はい、聞かして。ね、行きましょうよ。せっかく、ありがとうございます。せっかく、
曲名を言った方がいいんですか、ね、何しましょうか。一番最初に、うん、マツケンさんと会った時に、うん、アメージングレースのというなんか、うん、そういうのを、うん、メロディーが好きで、これやりたいんですって言った時に、ほうほうほう、最初は英語でやってたんですけど、はいはい、日本語にしたらどうかなって言ってくれて、うんうん、その曲をやらせてもらいます。はい、はい、あ、加藤さんやっぱ歌詞をね、そうですね、僕のことを、自分のことをちょっと歌った。染みます。ね、音がすごいいいですね。ああそう。うん、なんかグワーンとくるこうして下の方からこうなんか。なるほどね。うんうん、マツケンさんとかと一緒にこうライブをやったりとかそういうこともあるんですか。そうですね、ライブ自体もうね、うん、歌始めて2年ぐらいですから、ライブもねもう数えるしかやったこと、人前で歌うっていうことが、うん、はいはいはい、5回やってるかやってないかぐらいな状況なんで、うん、よくそれでラジオで歌うよね。どうしよう。なんかないけど、いやでもね、その歌ってなんていうかな、こう上手い人とか、うん、うまく歌う人ってたくさんいるじゃない、うん、だそういうことじゃなくて、その心とか気持ちが表現、その伝わるかどうか、そう表現力です ね、うん、だから僕はそう思うんですよね。だからなんかこう
最近特にそういう感じがしますよね。なんかこう生放送でね、はい、もう例えば歌を聴いてて、先週の生田圭太郎さんもそうですけども、はい、やっぱりちょっとこうあの具合が悪かった時期もあつい最近心配してたんだけども、それ元気になられて、うん、あのまた新たに歌を聴くじゃないですか。そうするとね、やっぱりこう金銭に触れるっていうかね、なんかこうぐっとまた新たにこう来るもんがあるんですよね、うん、それはこうなんていうかな、こう、うまく歌うとかじゃなくて、なんか心に響くのってね、うん、ありますよね、なんかね、うん、素晴らしいなとか思いますよね、加藤さんね。ありがとうございます。もうライブもたまに、まあ、近々はあるんですか？8月の21日に、うん、中野のブライトブラウン、あ、ブライトブラウン、はいはいはい、あのリーちゃんとかよくやってるところ、ね、あれが、うん、マチケンさんのオープニングアクトで、うん、あ、そうですか、歌わせてもらいます。21日金曜日ですね。8月21日ですね、はい、金曜日、金曜日、うん、はい、中野ブライトブラウンですね、はい、あと8月の、27日に渋谷の、はい、なんですか、テラプレイン、テラプレインっていう、うん、テラプレイン、はい、で、カズトさん、うん、本田和人さんっていうシンガーソングライターがいるんですけど、はいはい、ああ、そうですか、とまたマチケンさんと僕でやらせてもらえることにしました。ああ、素晴らしいです。2人でやるっていうことはあるんですか？なんか2人一緒にっていうのはないですね。ああ、別々にね、別々、うんうんうん、なるほどね。まああの、なんていうかな、その歌、音楽にね、目覚められてっていうか、そのまあね、あのそれぞれのブルースってあるじゃないですか。あ、うん、はい、だから僕もそのシカゴでやってるその人たちとか、はい、まあ菊田俊介君とか、うん、あのよく一緒になるんですけど、はい、僕はどっちかというとその筑豊で生まれてね、育ってそのあのまあ自分なりのブルースを、うん、生活の中で感じてきたと思うんですけども。なんかまあ表面的にそのなんかブルースだけをね捉えるよりも、やっぱ心からこう湧き出るものがね、素晴らしいなとか思いますよね、このアルバムを聴いてて、ね、うん、あ、そうですか、はい、まあ、あんまりその曲を、曲というか、あ、音楽をやったことがないので、うん、全部実体験の、うん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 、でそのノートみたいなのを、うん、言葉みたいなのをバーって羅列したのを、うん、見てもらって、うんうんうん、マチケンさんのファンになってしまったので、うんうんうん、あのプロデュースも、ま、してもらいたいと思って、うんうんうん、その言葉をのノートを見せた時に、うんうん、いろいろアドバイスをもらって、うんうん、なるほどね、はい、でだから自分の実体験でしかまだその歌えないというか、もっとこう、はいはい、ね、うん、あれなんですけど、もっとこういろんな曲をやりたいんですけど、うん、まあ、それがねやっぱ基本ですからね、うん、そうですよね、うん、基本だらより根本でしょうからね、うんうん、そういう自分が湧き上がったものを自分がやればいいんだよっていうことをすごく言ってくださったりとか、うんうん、言ってくれて、マチケンさんが、うん、僕の頃とかはどしかしとそのバンドで九州から出てきてたんで、うん、そのバンド壊していかないとかいけないとか、で売れないといけないっていうね、あのことにやっぱりその、まあ、レコード会社もそうだったけども、その時代的にね、あの1980年とか79年のあたりなんで、だからそういう余計なことがたくさんあったんですよね。だから、うん、商品としてなるかどうかって、売れ線の曲狙いみたいな、でそういうのはありましたけど、だからそれはうまくできなかったんですけどね。それでも結局やっぱり今でもやってるっていうのは、やっぱなんかこう湧き上がって、今おっしゃったみたいにそれを伝えるっていうね、基本的なねことにもう一回ね、僕も立ち返ってですね頑張る。いや、もうパワーがバンバンに伝わってきます。いやいやいや、でもなんていうかな、こう素晴らしいっていうか、時代的にね、うん、今レコード会社とかあんまり良くないんだろうけども、
やっぱインディーズとかみんなそれぞれ自分たちでデザインして、例えばグッズを発売したりとかって自分たちでできちゃう時代じゃないですか、はいはい、でむしろ今の方がミュージシャンにとってはいいのかもね俺たちの頃っても 80% 事務所と、うん、レコード会社持ってっちゃったからね、うん、で知らないもんだから契約しちゃうわけよ、うん、このまたこんなことでしょ、知らないわけだからいやそういう時代だったもんだって。そうですね、うん、それでも何とかして九州から出たいわけじゃん。すごいでもやっぱり今の方がひょっとしたらなん方がっていうんじゃないけども、ある程度ミュージシャンにこうお金が入ってくるようなシステムにだんだんね、そうですね、うん、なってきていいんじゃないかなっていう気もしますよね。ということでね、今日は、加藤吉さんおいでになってますけどもですね、なんかもう一曲、はい、いきますか、せっかく、はい、せっかくおいでになって、その CD の中に入ってる、はい、頑張れ頑張れ言うなっていう、頑張れ頑張れ言うな、はい、いきましょうか、いきたいと思います。頑張れ言うな、はい、あそれもすごいですよね確かにね、そうね、そうね、その通りだよね、そうそうそう、耳にタコだよねきっとね、もう散々、うん、ね言われる、ね、そうですね、いやでもどうでしょうね、お聞きの皆さんね、いろいろ今日はまあいろんなね深い話も聞かせていただきましたけどもですね、この加藤さんが今こうやっぱり世の中にこう感じることっていうのは、はい、例えばどういうことでしょうかね、この中にまあいろいろ散りばめてますけども、はいはい、まあそのなんだ今コロナのねうん、うん、ことがすごい取り出されて、やっぱりその
車椅子の人も出たいんだけど出れないみたいな感じになってると思うんですよ。でもっとコロナだから、出て僕出ていけないやみたいなことに随分なってる友達もたくさんいて、で、まあ、だけどそのこうやってね、まず僕らが出ていかないと、なんか変わっていかないような気がするんですよ。だからその障害を持ってる、ハンディを持ってる人の方こそ、なんかアクションを起こすことが、起こすとなんか影響力が多分、他の人って嫌ですけど、そういう健常者の人たちよりもなんか可能性っていうか、友達になれる感っていうか、やっぱりこう僕その頑張れ頑張れ言うなっていうのも、僕の気持ちがよくわかりますって言われるんですよ、君の気持ちがよくわかるって。だけど僕障害者、健常者っていうか、0歳から、障害持ってるから、皆さんの気持ちはわからないんですよね。で僕もだから吉郎さんの、その歩んできた道もわからないし、ただこうやって出会って、ラジオに出させてもらったり、知り合いになってこう、あの友達になっていってこう、なんて言ったらいいんだろうね、その、出ていくことによって多分世の中がちょっとずつ変わっていくような気がするんですよ。もしコロナのせいにいっぱいしちゃうんで、みんな障害を持ってる人も、だから僕も出ようよって言うんだけど、いやいいやって言われるんだけど、じゃあ僕出るから、なんかあったらぜひ来てよみたいな、そのきっかけになってくれればいいなと思って、あのこういう出会いもあるし、今までやったことのない歌、声って歌ってダイレクトに伝わるじゃないですか。だからやってみようと思って、だから皆さんもちょっと出てってほしいっていうか、むしろね、僕なんかも普通にもうライブやってますんで、で、あの僕の一番前の席はツバかぶりっていうのあのね、そのもあの申し訳ないんですけど、まあ、これ今アクリルありますんでね、いやできるだけやっぱり最低限気をつけながらね、あの、できることはね、やっぱりなんかあまりにもなんか今テレビとか毎日見てたら、もうあの脅しじゃないですか、まるで。そうなんですよ。なんかね、怖くなることばっかりだから、じゃなくてやっぱりなんか、やっぱりもっと明るくね、あの明日に向かってやっていかないと、ずっとみんなね、あのこうやってね、なんかこう震えながら生きるようなのは、もう僕も嫌だし、僕だって感染したらもう一発でダメになっちゃう。いやだって、これ肺気臭だから。肺気臭だから、はぁ、感染できないの。大声も出してダメ。ね、なのにやってるって、すごいな。いやだから、それは誰でもね、あるのに、それでもやっぱり、俺命かけてライブやってんだから、みんなも命かけてきてる。僕も。まあそういうことでですね、あの今日片木さん、で今日素敵な T シャツ着てますね。ああもうこれね、やっと出た。気になってた。これあのコロナぶっ飛ばせみたいな、ね、書いてあるんですけど。なるほど。ここに隣にいる町健さんデザイン。デザインのね、これ、はい、ブルースギタリストが。もうブルースマンに囲まれて。囲まれて。これ素敵なあれじゃないですか。これはどこ売ってるんですか。販売してるの。売ってます。売ってます。どこに？マチケンさんのところで。私に連絡を取られて。抜け目ないからね。でね、もう歌も歌うまいしさ、ね、しかもね、デザインもできて本まで出すっていうね。俺も歯がゆくてしょうがないね。食うためには何でもしない。すごいかっこいいね。あの見事な、でも、そうですね、絵がまたね、うまいしね。素晴らしいよね、もともとデザインのね、あの方なんですけど、これ着てるとなんか元気がもらえます。なるほどね、ブルースマンってね、元気ですからね。それは何、色は何色ぐらいあるんですか。T シャツ4色、白、水色、紺、とグレーですかね。グレー、はははで、サイズも SL、M、XL と。最近こういうのが、あの売るものが
あっていいですね。いいですよね。CD よりもこれが売れたりなんかして。そうなんです。こういうグッズの方がね。そういうあのいろいろありますよね。この間高田さんねお見えになって、おうおう高田さんもねあのカレンダーとかね、なんか工夫してね、うん、やられてる、ね。俺もやんなきゃね。ねえ、じゃお願いして作ったの。いやいやもう高いから具材料が、ね、多分生ビール5杯ぐらいにいる。違うか。いやいやいや。そうそう今日ね、うん、あのちょっと高橋勉さんからねさっきメールもらったんだけど、アトランタのね、そう携帯にちょっとシャットダウンしちゃったんで、はいはい、あのうる覚えですけど、はいはい、カトキチさんのすごい楽しみにしてて、はい、あの今日は楽しみにしてましたってことと、ね、もうこれは川崎だけじゃないですか、ね、世界に広がってますから、今ね生放送で、ね、今11時ぐらいから夜、ね、夜中だからロンドンもそうだし、いろんなところで聞いてくれてますからね。そうね、それでほら音楽魂で知り合ったマチケンさんに、うん、今日はできれば、うん、ラストダンスをあの歌ってほしいっていうのがありました。一応お伝えしておきますね。今日ごめんなさい、今日は黒子なんで、後日握手に行きましょうか。歌いまくり、トークなしで歌だけにしましょう。本当その音楽魂もやりたかったですよね。もう本当に、ね、久しぶりにね、これが落ち着いたら ねまた盛大にぜひぜひ、加藤さんもぜひ参加していただいて、あの本当に今日はね、あの素敵な出会いがありました。あの加藤さんありがとうございます。チューニングをします。はい、あのあライブの告知していいですか、加納さん。あ、僕のライブね、はい、はい、8月14日はい、8月14日、赤坂フラットンカンティーナでバンドで、久しぶりですね、バンドのみんなとバンドですね、やります。ドラム、ごぼう鈴木さん、ごぼう鈴木さん、ベース、赤井浩二郎さん、赤井浩二郎さん、ギター渡辺たけし、はい、でボーカル金尾義郎、うん、で私としみも参加ということでね、久々、はい、にバンドでやります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、あのフラットンカンティーナ、あの今ねその営業時間がだいたいみんな10時ぐらいになってるんで、今、ねね、9時40分とかにはもうあの終わりにします。撤収だから、うん、早めにスタートします。そう、7時からやります、ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あと他にあった、あとはなんかライブありましたよね。8月もう自分の宣伝忘れるんだよね、大体。8月はありましたけど、うん、また宣伝しましょう、今度ね、今度思い出した。じゃ あの僕ちょっとなんか歌いましょうか、yeah. You っていう曲で Never Give Up 負けないでっていう感じのバラードですね、ちょっとそれやらせてもらいましょう。リクエストはないですけども、ファニーエンジェルが来ましたけどね。ファニーエンジェルはちょっとすぐできない、ごめん、はい、You
はい、はい、ということで金吉郎ゆうきの曲を届けました。どうもありがとうございました。あっという間の1時間でした、はい、いかがでしたか、ね、あ、楽しかったです。、うん、またね、はい、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。あの、マスケさんもありがとうございました。ありがとうございます。今日は片岸さん、登場でしたけども、初登場です ね、はい、素晴らしかった、素晴らしかったですね。お相手は、はい、松下としみ花代志郎でした。ちょっと早いですが終わります。失礼したい。